はい、戻ってきたので、ベルガラック行くか。これ以上ね、資金をね、失うわけにはいかない。ベルガラック。もうね、さすがに、空いてますよ。よし、行こう。一攫千金をかけた、戦い。エスポワールに、乗るか。はたまた、大富豪になるか。あれ？あれ？あれ？ちょっと待って。どういうこと？まだ？あ、中に入れるようになってる。とりあえず行ってみよう。おお。何これ。ようこそおいでくださいました。私どもの、二人の主が、継承の試練に同行する護衛を募っているのですが、どんな人物が来ても我が主はお気に召さず困っていたのです。だがあなた方ならきっと。なんかあったっけ、ここイベント。君たちは覚えていると、闇の遺跡の結界を破ってくれた冒険者じゃないか。ああ、あの時の。君たちのおかげで私たちもなんとか遺跡の中へ入れたんだが、奥まで行っても一っ子一人いやしない。こっちはドルマゲスと相打ちする覚悟で行ったのにな。ひょっとして君らがドルマゲスの野郎を倒してしまったとか。はい。すまん。それは本当なのか。アンドルマゲスを倒すなんて、君たちは化け物か。うるせえ。あ、君も。志願しに来たのか。もしそうなら、大加減さ。君たちなら、フォーグ様かユッケ様のどちらかを任せられる。こっちから行こう。怪しいな、この樽。なんかイベントあるね。ユッケ。何よ、お兄ちゃんのバカ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 。いい。私たちはパパに拾われた子供なんだよ。どっちが先に生まれてきたのかわかんないでしょ。本当は私が姉で、お兄が弟かもしれないんだよ。あ、妹よ。話を蒸し返すな。お前がそう主張するから。妹のお前にも家を継ぐチャンスを与えたんだろ。ギャリング家の継承の試練をどちらが早く終わらせるかで、争い、愛、勝った方が家を継ぐ。妹よ、お前もそのことには賛成しただろ。それとも何か？護衛付きとはいえ、今になって、竜骨の迷宮へ行くのが怖くなったのか？別に怖くなんかないわよ。何さ、馬鹿にしてんの？ん？お兄ちゃんお客様だよ。護衛志願の人かもしれないよ。おっと、これはこれは、お見苦しいところを見せして申し訳ない。ようこそ我が屋敷。ああ、はい。強そうな人は大歓迎を、何のことかって知らないで来ちゃったの？
なら説明してあげるからさ、私とお兄ちゃんの話だけでも聞いてってよ。はい。そういじゃあ、説明するからね、そこのソファーにでも座ってちょうだい。うん。じゃあ説明しよう。私たちの育ての親が死んでね、父の後を私と妹のどちらが継ぐかで揉めているんだ。私たちは仲が悪い。話し合っても全然決着がつかない。そこで私とお兄ちゃんで恨みっこなしの勝負をすることにしたの。継承の試練を終えて早く町に戻ってきた方が勝ち。継承の試練とは古くからギャリング一族に伝わってきた習慣を、家訓を、竜骨の迷宮の奥まで行って。課長、家長って何なの？家長、徳川家長の印を手に刻んでくるだけなんだが、その竜骨の迷宮が癖物でね、魔物がいっぱいで下手すりゃ命を落とせちゃうかもしれないのよ。だから御用を雇うってわけ。でもなかなか私と妹が納得できる人材が来てくれなくてね、ほとほと困っていたのだよ。私は彼らになら護衛を任せてもいいと思う。妹よ、お前の方はどうだね。なかなかスラスラ読めないね。なかなかスラスラよ。この人たち気に入ったら珍しく意見があったわね。よし、決まりだ。私が妹。どうせ。私が妹。なんかもう意味わかんなくなっちゃう。ちゃんと見て読んでるのね、スラスラ。私か妹、どちらの護衛につくか君たちで選んでほしい。彼らに選ばれなかった方は、屋敷の部下を護衛に連れていく。これでいいな。いいよな、妹よ。文句ないよ。うん。どっちみち、吠え面書くのはお兄ちゃんだからね。ふ、言ってみろ。言ってろよ。言ってみろってなんて。言ってみろ！言ってるよ！そうそう、君らが護衛した方が負けてもちゃんと報酬は支払うから、その点だけは安心してくれたまえ。はい。なんか、竜骨の迷宮がなんちゃかって言ってたけど、あの、砂漠のところだね。これ、サブイベント的な感じだったのか。まあ、せっかくだし、行こうか。女の子の方がいい。お兄ちゃんより私と一緒の方が楽しいよ。選ぶんだったら私にしなよ。私を護衛して、竜骨の迷宮へ行ってくれるよね。はい。よろしくね。そうそう、出発は明日の朝、日の出と、同時なんだよ。朝早くに出発するから寝坊しないように今夜はうちに泊まっていってね。はい。了解。ふん。それでは私は屋敷の部下たちを護衛に連れて行こう。おっと、忘れていた。お呼びでしょうか。ここにいる客人のために今日の夕食は豪勢にしてくれたまえ。たらふく食べて力をつけてもらわないと不公平だものな。何を恩着せがましいわに。それで敵に塩でも送ったつもり。ま、美味しい夕食には文句ないけど。これは儲けもんだ。アスカンタに続いてまたうまい飯にありつけるたーついてるでガスよ。またトロデオを抜きでか。少し気が引けるな。おっさんには悪いが、今度のことは内緒にさせてもらうぜ。その夜、エテたちはテーブルに並んだ美味しい料理を腹いっぱい食べた。そして、強い眠気に襲われ、眠りについた。睡眠薬か。睡眠薬だな、どうやら。起きなさい。起きなさいってば、エテ。この寝ぼすけ、起きろったら、起きろ。ようやくお目覚めね。お日様はとっくに昇ってて、お兄ちゃんはもう出発した後なのよ。あ、もうムカつくわね。早速だけど、眠っている仲間を起こすのを手伝ってよ。
盛られたね、うん、全くもうあんたたちいい加減にしておきなさい怒られちゃって怒られちゃって寝坊したのは責めないわ。私だって寝坊したんだしね。悪いのはみんなお兄ちゃんよ。メイドを締め上げてやったらお兄ちゃんの命令で昨日の料理に眠り薬を混ぜたって白状したのよ。過ぎたことはしょうがないわ。遅れを取り戻すためにも急ぐわよ。はい。あ、そうだ。あなたたちが出発するのは用意が済んでからでも構わないけど、できるだけ急いでね。私の方は一足先に龍骨の迷宮へ行ってるからね。だってじっとしてらんないんだもん。それじゃあ龍骨の迷宮の入り口で待ってるからね。はい。なるほど。これのイベントで行くんだね、あの龍骨の迷宮ってのは。サザンピークの左下あたりだったよね。うん。じゃあなんだ。多分このイベントが終わってから初めてベルガラックのカジノを利用できるようになるっていう、そういうことなのかな。ってことはもうちょっと早く来るべき場所だったんじゃないのかな、ここって。そんな気がしてならんぞ。龍骨の迷宮ってことはだいぶ弱いんじゃねっていう説が今浮上しておりますが。うん。切腹だ。まあいいか、行くか、じゃあ。どうしようかな。あと、まあ、いけるか。そんなに多分長いダンジョンではなかったような気がするので、サクッと行って、サクッとクリアして帰ってきましょう。こっからさ、外出て、バブブレンで行った方が近いのかな。サザンビークから行った方が近くなるのかな。ちょ、外出てマップ見ようか。これは微妙だな微妙だな、これは。サザンビークから行くか、そうしよう。ちょっと待って、船で行った方が早くね。船どこだ。船で行こう。龍骨の迷宮、確かにいつ行くんだろうとは思ってたけど、完全に飛ばしてしまっていたわけか。もうだってレティシアまで行っちゃってるもんね今。ここの壁をぐるっと、あと30分前後でクリアできるかな。ちょっとそこだけが不安だな。正直カジノ行く気満々でベルガラック来たからさ。
襲いかかってきた。勝利の意味を浮かべて、そうだね、ここら辺から入らなきゃいけないね。ただ近づこう、できるだけ。ここだ。 OK、 一番最短ルートね、ここが。んで、バウムレン呼んで、こっちだよね、うん、マージリン、あれ余裕か、もしかして余裕か。で、この穴抜けの危険、この先砂漠、砂漠の魔物は強いため、ようなき者は立ち入るべからず。はーい、まあちょっと野暮用があるから、カジノやりたいから。なんかある、砂漠の教会。お前なんかすごいぞ、もう影が貫通しとるぞお前。砂人のやるって武器は、砂嵐ん？を巻き上げて敵の目をくらます効果がある。この槍を作るにはパルチザンと砂みたいにサラサラしたものが必要だって話だぜ。はい、サラサラした、うん、あ、ここは、あ、ここは普通に宿屋があるタイプか。まあ別にダメージは負ってないからいいです。セブンも別にいいか。ただで止めてくれるんだからね、うん、止まってやろうと思ったけど、普通に宿屋経営してやがったから。とりあえず呼んで、真ん中にある骨みたいなところに向かいます。うん、でね、ここの仕掛けもね、確かね、ちょっと厄介だったんだよな、昔。これほんとわかんなくて。ほんとにここ積んだもん、ここだ、ここで。これ積む要素あんのかって思うけど、なんかここで積んだ記憶あるわ、ちょっと。もしかしてキラーアーマー強えの？これ。あ、大丈夫だ。いや、大丈夫じゃない。そこそこ強いぞ。ちょっとやめて、もうラリフォーマー。
ダメだ。逃げよう。あとはまっすぐ行きゃいい。あのね、このね、砂漠の真ん中の方に骨のね、これがあるんだけど、これまたね、その、イシュマウリなんだよ、これ。これまたイシュマウリ、イシュマウリ仕様のタイプ。なんか、今、普通にスッとぶつかっちゃったけど、一応倒しとこう、これ。来ると、あ、もしかして命大事になってんのか、そういうことか。マッツンとマッツンとあと、青いのいるから、これ、これ3匹さ、なんか合わせたら、なんか、すげえ技、使うみたいな、あるんじゃないかな。思ったんだけど。どうか。はい。あ、いっぱいだって。ブリザードとマッツンね。ベホップ、ハルク、ユーボン、オマール。マオールか。マオールか、これずっとオマールって言ってなかった。マオールいらない。で、これね。あ、いた。